はい、今回ですけどパンチートの、スキルレベル1をね、使っていきたいと思います。でこちらね、曲付きで今回ねピックアップガチャで、復活しております。でまあピックアップガチャね残念だったです。はいでまああのパンチートがね、まあ、曲付きというところで、まあ、曲付きならね、まあ、強いんじゃないかなと思って、まあ、初見プレイをやっていくんですけど、自分ねちょっとねこれスキル見たんですけど、まあ、ただのね、横ライン昇級じゃなさそうなので、まあ、とてもすごく楽しみなんですけれども、まあ、横ラインにいつも消せよって書いてあるんですが、必要積む数が20でライン数が2というところなんですけど、これがねとても気になります。このライン数がどんどん増えていくと思うんですけど、スキルレベルが上がっていくごとに、でそれがこのライン数が全て合計で表示されるのか1個ずつなるのかがちょっとわからないんですけども、はい、これがタイムボム狙えるのか、それとも合計消去が多いのかっていうところがすごく気になります。とりあえず必要積む数が多いので、消去量は、意外と期待できるんじゃないかなと思っております。ではね、ちょっとパンチート、使っていきたいと思います。コイン54使っていきます。コインはいらないな。消せばよかったな。うおー、パンチート、なかなか見やすい感はあるけど、ちょっとあれですね、この赤青黄色っていうのがすごくねあれですよね。おお、そういう系ですね。マジかこれ意外と強いんじゃないですか。やっぱこれタイムボム狙えるパティーンじゃないですか。これしかもこれ動かせるんですよ、スキル発動中。そうなんすか。これスキル間強いんじゃないですか、下手したら。本当にマジでタイムボム狙えるじゃん。多分スキル1はめちゃめちゃ弱いと思います。ちなみに言うと必要積む数がちょっとね多すぎで、ライン数も2しかないので単純に消去数がね少なすぎるというのがあって、スキルも全然回らないので、ちょっとスキルレベル1ではっていうところはあるんですけど、ほらマジでやばいじゃんタイムボム2つ出ちゃうよ。しかもこれ止まってないのがまたいいんですよ、積むがスキル発動中に。これがさらにボム巻き込んだらめちゃめちゃ強かったかもしれないですね。巻き込まなくても、その分巻き込まなくてもボムが、ボムでねスキルループ、目指せ、スキルゲージ貯めていくことを行くことができるので、まあ、その辺の強みも、まあ、あるかなっていうところも、はい。でもマジでタイムボムが結構来てくれるので時間があまり減らない。これさ、意外とフルアイテムでスコア出したら意外とスコアとかも稼げんじゃないかな。今回今多分これサブ積むめちゃめちゃ弱いんですよ。育ちきってなくて、はい、これもしかしたら強いかもしれないと思いました。曲がついてるだけありますね。ホセとは違うけどねホセ曲ついててもめちゃめちゃ弱いんですけど、いや可能性を感じますね。これならね、はい。ということで、まあ、今回はパンチートのね、初見プレイをやってみたんですけれども、はい、まさかのタイムボムが狙える、消去系のツムということで、まあ、ちょっとスキルレベル1だと、まあ、使えない部分はあるんですけど、本当にスキルレベル上げていけばね、かなりスコア出しとかも優秀になるんじゃないかなと思います。
はい、ということで、まあちょっと今回はねピックアップガチャだったんですけれども、セレボでね来た際はスキルレベル上げてですね、またねちょっと、はい、フルアイテムでねガチプレイをやってみたいと思います。はい、ということで今回は、パンチートの、初見プレイを、の動画となりました。ぜひねチャンネル登録高評価コメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。